どうも、X です。今日は PC 版トラックマニアターボ、先日もアップデートで VR に対応したので、本日は HTC Vive で VR モードをやっていきます。よろしく。じゃあこちらですね。じゃあキャンペーンモード、キャニオン、バリー、ラグーン、スタジアムと、4つステージがあり、それぞれ車が違います。それでは、キャニオンからやってみましょう。はい、大方プレイしたんですけれども、まずは、ステージ1やっていきます。さて、あちらからスタートしてあそこに行くわけだ。それではやっていこう。かなりリアルですね。よちなみに、前を走った車は前回の僕のプレイです。未だに自己新記録が脱げません。それではステージ2やっていきます。さあ、あちらからスタートして下に落ちる。随分高いな。そしてそのまま向こうがゴールになってる、そんなコースです。さて、ゴールド、27秒23。それではやっていこう。さあ、ここでエンジン停止、惰性での走行になります。いやー、高いなー。おお、よいしょ。さあ、前回の俺に勝てるのか。あっ、いやー、やはり速いな。ベストラップだったかな。さて、続いてはステージ3だ。どっからスタートだ？あそこか。お、向こうから来たな。そして向こうを目指すと、そんなコースです。24秒36。さあ、前回のこのタイムに打ち勝つことができるのか。あー、でも相当先行されてるな。早い、追いつけないよ。あー、くそ、早い。あー、ダメか。自己新記録ならず。さて、続いてはステージ4。これは下が、おお、高い。そんなコースになっております。飛距離が半端ないね、 GTA と比べて。さて、ゴールド24秒02となっております。あー、そこ接触したか。当てるとか。おお、すごい。おお、さて、ここで軌道修正して、うわ、あー、無理か。いや、さすがに早かったな。さて、続いてはナンバー5。さて、これがまたね、にゃん、おー、早い。というコースです。さ、最後は難しいコースですね。さあ、ここからうまくいけるのか。よし、
やっぱ早いな、前回。ということで、5コースやっていきました。今日はこれで終わりにしたいと思います。次回は、バリーコースやってみます。さあ、今回はキャニオンコースをやってみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。